夏みたいな天気です。すごいあったかいけど、午後から雨が降るみたいなので、ちゃんとしっかり傘持ってきました。午後も仕事頑張ります。天津飯作りました。天津飯と青さとえのきのお味噌汁です。さっきお家に帰ってきて、今日はすっごい久しぶりにお芝居のね、レッスンワークショップを受けてきました。いやー、久しぶりにすごくね、刺激をもらった一日でしたね。やっぱりお芝居を仕事にしてるけど、やり続けないといけないなっていうふうに思ってね。やっぱり、筋トレとかと一緒でさ、どの仕事もそうだと思うけど、触れ続けてないと、やっぱり感覚とかさ、なんか、新鮮な気持ちを思い出したりとかさ、そういうなんか大事だと思うんだよね。なので久しぶりにちょっと時間を見つけてワークショップに行こうと思って行ってきたんですよ。もうね、本当にすごい刺激的な一日だった。もうすっごい楽しかった。もう
カメラの前でお芝居したりとか、お客さんの前でお芝居したりとかじゃなくて、もうほんと単純にレッスンというか学びの場としてお芝居をやれるのが久しぶりだったから、もう本当にすっごいね、学びな一日だった。学んで刺激的な一日だったし、やっぱりね、講師の先生ってすごいなって思ったんだよね。もう見抜くの、見抜くんですよ、見抜く。とりあえずそんな学びがね、ある本当に2時間、あっという間な時間だったんですけど、お腹が空いちゃったので今帰ってきて天津飯食べたいと思います。いただきまーす。まずはお味噌汁から、えのきのお味噌汁、青さも入れました。うん、おいしい。今日すごい、東京は警報級の雨が降るっていう天気の日です。すごいです、朝からずっと雨がすごい。夕方ぐらいに一回とんでもないぐらいの雨が降って、ちょうどその時ワークショップ中だったんだけど、これ帰れないんじゃないかなと思ったら、奇跡的に帰りの時間だけ雨弱まってて、電車もそんなに遅れることなく帰ってた。天津飯って初めて作ったかも。楽しみ。いただきます。もう今日はとんでもなく天津飯が食べたい気分でした。やばい、美味しすぎる、幸せ。これご飯は最近ちょっぴりダイエットというか、まあ少し体重を落とす、少し体を絞っていこうかなということで、まあご飯にちょっと気を使って、見えるかわかんないんですけど、見えるかな、あのもち麦と16穀米です。ちょっとだけ白米も入ってる。うん、もうカニカマっていいよね、カロリー低いし、なのにタンパク質も低くて塩味もちゃんとあって美味しい。天ぷらを乗せた丼、今夜は完璧。